そうだよ。もっとパネルで行こう。え？行きたくないな。もっとパネル。行きたくないな。ビッグ新しく買ったマックイーンのカバン持ってくでしょ。持ってくでしょ。なんて三文字。三文字。今日かっこよくよ。ね。パパママさんも travail aujourd'hui là-bas。まだ起きたばっかりだから。No。No。行かない？卵食べる？うん。何も食べないの？じゃあママとパパ卵食べるね。結構。熱い？今日の朝ごはんは桃とぶどうと卵です。ママママママ。たくさん食べて元気つけて学校に行こうね。ビクターと君はいるかもしれないよ。ね。ビクター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 に会いたいね。C'est le gâteau il a fait. C'est petit. そうなの？今日学校の先生の名前分かったら教えてね。そうだよ、学校の先生とかお友達のこと教えてね、帰ってきたら。行く早いから止まらないね。そうだね。楽しみだね、ビーカー。今日昼寝しなくていいからね。バイバイ。ビーク行ってきて。ビズ、パパとママにビズ。じゃあ。これでビズダメ。パパ。行って。早く行って行って行って。バイバイ。学校の先生の名前なんていう名前？そしてプン。エレン。エレン？楽しかった？お昼寝した？そうなの？お昼ご飯何食べたの？忘れちゃった。スイカも食べる。スイカと餃子一緒に食べる。スイカはデザートに置いといたんだけど。今食べるの？昼何食べたか忘れちゃったの？お肉？パスタ？ご飯？こんにちは、フランス在住のともこです。ようやくフランスの幼稚園の初日が終わってすごくホッとしています。で、初日は私は仕事があったので送りしか行けなかったのですが、まあ朝ちょっと
学校行きたくないとかご飯食べたくないとかちょっとダダをこねてたのですが、普通にすんなり行ってくれたのですごく良かったなと思っています。あと去年の年少のお友達が何人か年中のクラスにいるみたいで、それも良かったなと思っています。で今年はコロナの影響で両親がクラスの中に入れないので、学校の先生の顔もクラスメートの顔も、まあ去年いた子は分かるのですが、まあ、今年から新しい子が入ってきた子は分からなくて、なんかそれがちょっと残念かなと思います。あとなんか他のお母さんたちとグループチャットとかをしていたら、実はフランスの幼稚園には、まあ、日本と同様に年少年中年長とあるのですが、その間の中間クラスというのがあって、年少と年中を混ぜたクラスが一つと年中と年長を混ぜたクラスが一つで、例えば年少の子でなんか発達レベルが高い子はその混ざったクラスに行って、で年中の子でなんか発達レベルがまだ達していない子はそのちょっと下のクラスに入るそうです。でバレンチーノの去年の年少のクラスの生徒も何人かその年少と年中の混ざっているクラスに入ったのですが、やっぱりお母さんたちはちょっとショックだったみたいで、校長先生に掛け合ってみるとか言っていたお母さんもいたし、でまあ他のお母さんは、まあ、私の息子は小さいし小さい子供と遊ぶのが大好きで年少と年中の混ざったクラスすごく気に入ってたわって言っている子もいたので、まあ人それぞれかなと思っています。その他フランスの幼稚園のコロナ対策としては、まあ普通に掃除や消毒の回数を増やしたり、あと1時間に1回手洗いをすると書いてあったのですが、フランスの幼稚園は約30人の生徒で2人先生がいます。で子供を1人手を洗うのに約1分ぐらいかかるかなとは思うのですが、まあみんなで行って帰ってくると30分ぐらいかかるのかなと思うと、幼稚園に手を洗いに行っているようなものだねと、なんか他のお母さんたちと一緒に喋っていました。あとまあ、校門の前に列を作るように1メートルごとに道路にスプレーでパッパッて落書きみたいに線が引いてあったのと、あとフランス人は列に並ぶのがすごく嫌いな人種で、で初日もまあ半分以上の人はその列に並んでいたのですが、まあ2割ぐらいの人は校門が開いた瞬間にバーって前から普通に入ってきてたので、なんか校門が開いた瞬間はすごい密になっていて、でもバレンチーノはその密をくぐり抜けて中に入っていったので、ちょっとそれは危険かなと思っています。本当にクラスターにならないことを祈っています。最後に持ち物ですが、私的に持ち物のリストは1週間ぐらい前に配ってほしいなと思っていたのですが、まあ、フランス人の主人や友達に聞いたところ、まあ持ち物なんて学校始まってからでいいんじゃないという結構のんきな考え方の方が多いみたいで、でもようやく初日に持ち物のリストをもらって、でリストの中にはティッシュ箱が1つで、あと名前を書いた靴の箱に着替えを1セット、まあ靴下とパンツとトップとボトムと、あとそれぐらい、あとビニール袋を3枚って書いてありました。まあ日本に比べるとかなり持ち物は少ないかなと思って、そういう点はお母さんとかお父さんに優しいかなと思っています。まあこんな感じの動画でしたが、最後まで見ていただきありがとうございます。
まあ皆さんも入学っていうか新学期シーズンなんで結構そわそわしている方も多いかなと思うのですが、まあ一緒に楽しんでいきましょう。それでは動画最後まで見てくれてありがとうございます。また次回の動画で、アビエット。ラネ。